最終回がってことで最終回一歩手前の第48話見ていこうと思うわけなんですけれども前回海賊さんと杉本が混じり合って海賊さんの目的が分かって結構話の通じる相手しかも近海レースのなんかライバルであるってことが明らかになってまあ海賊さんを引き入れたいところではあるんだけどやっぱりこう前回の流れを見てると厳しそうだしちょっと海賊さんが杉本のねこの中身を見て平太のねものを持っているってことに気づいちゃったからそこをどう判断するかっていうところが非常に気になるところではありますよね。 やっぱりライバルになりかねないから潰すっていう判断にうくつるんじゃないかっていうふうに思ってますので。さあさあさあ、まだまだ続く海賊さん VS 杉本一派どうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょうよーいスタートさて行きましょう。さて、物色してるな。 ああ。偶然あった感を出していたけれども。さあ、これをどう見るかだな何を発射するんだろう。ただ、やっぱり杉本たちが、やっぱりこの近海レースで、 まくるためには、やっぱり直接たどり着くしかないよな。ただ、やっぱり金塊につながる鍵を持ってる囚人っていうのも、何人かいるんだよな。前回の雨メさんも気になるしな。 あーでもなんかなんか一気に見たからすごい分かりやすく話が進んでるけどあっという間に終わっちゃうな <laughs> やっぱり半分だからね見てる部分が多分これが上がってる翌日に「ゴールデンカムイ」最終話が上がると思いますあー オーケーゴールデンカメイ制作委員会レッツゴー発射ねえ突き止めきってはないよねああまあそれはそうだよね 鍵はあるちただもうそれが通じないな多分ある程度情報を引っ張ろうとしてるのがバレちゃったからなさあ2時間。 え、うん。ええ？すごいなふっかけてるあさった跡があるうわあさあやだあシルバさん これでも海賊さんもかなり切れ者っぽいよなたた戦い切れるくんよっぽい酔っぽいよっぽい,よっい,よっい落とされるあやべえ落ちるのはまずくないかこれ引きずり込まれる潜水でやべえやべえあ巻き込まれるうわ 考えたくない。やばい、引きずり込まれる。潜水で引っ張られる。やべえ、やべえ、やべえ。これが手口だろうだって。いやー、水ん中じゃうまく、力はでも、これ蹴、蹴る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 。 やべえ、力強い。やばい、息が。いや、でも上がろうとするところ掴みに来るじゃないあ、息は回復させてくれるのやっぱり、なになになにえ、髪の毛え、そんな魔法を使うのえ、魔法使ってんだけど。やっぱり魔法使いだ。 やばい、なんとかかんないと。いやー、逃がしてくれない。やばい、やばい、どんどん息が。あー、まずいでございますー。これ本格的にまずい。あっお天使 <laughs> のように。あこれは口ずしで息をおい、鬼滅の刃についで <laughs> ダメでした。 でもこれまずくないかええー、サメ何ワニヒューペあー、不死身の杉本だいや、引っ張られる。やべ、吸い込まれる。あ、髪が。やばくねこれマジで。これマジでやばくねこれマジでやばい。これマジでやばいやつだよ。切らないと。

さて、どうするおおうん、そうね でかいねまあそれも若干ありそうだけど。はあ そうね、ジョーカーになるなあーまあ殺す理由もないもんなこんなキーになりかねないキャラクターは。

へうん。あら、おいしいのパートナー。 あら、ちょっと耳を赤くしちゃってるわ。キャビアとか取れるんだよね。うん。へぇ。そうなんだ、キャビアを。あら。あはははは。 次もとかめちゃくちゃ脳みそ食べたい人みたいになってるわーおすごい贅沢たく、はあ、あら見抜いてるあらはははははは わーすごいなーなんか探ろうとしてないあ,あ そうなんだうんあーうわーすごい美味しそう。ああ、脳みそすすってるな。 ひんなひんな。でもなんか海賊さんはいい人そうっていうか、意外となじめそうだな。なんか打ち解けられそう。おーおお、ソフィア。わーおソフィアたちも来てる。あら、しょうや。 さあブルルクをいまだに思ってるさあってことでアシリパさん追いかけるわけだけどさて札幌ってことはさあなんか服は変わってるけどうん札幌ってロンドン ジャックザリッパー。なに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 な。なには。何してんの。何してんの。なに。何してんの、マジで。な、何してんの、マジで。 してのマジでマジ何してんのえちょっと待って待って待ってして <laughs> えっ何してんのえ何何が え何えっえにええ、えっえー、きへへえ,えな,んな,なんでわかるの怖い <laughs> だえてるんだつ「静止探偵」特殊すぎるえっあ探偵何してんの何してんの何してんのいや本当だよえええっ <laughs> ひどすぎるなんでこれえ、はよ、ちがんまんうま聞くだ、えなんなんだ、このアニメはえ ?4545 45して、なんか、あの、馬で引かれた。え 追いかけているものの。突、うん、きつけた。ああ追いつかけてるしかし、お、な、なんだえうわ、汚ねえ <laughs> なにこれうわ、最悪すぎる。 発ってこれちょっと待って宇佐美のあぎ声が別のものに聞こえるやられてる複数にいるとか 捕まえられなかったたく僕見てるなあ,あそうかでも兵隊の格好にしちゃいけないのかバレたらまずいな警戒される聖地の「聖」の字が「聖」の字がああ あえザがあるんだうわっ見抜いてる すげえなどっちについてるんだ結局そうは板挟みだよね え金塊を消すさてそうか時計塔的な意味でロンドンに見立ててるとかロンドンだよねジャック・ザ・リッパーってあらあら土方さん変装してるな あーキラスさん霧がおありこああそうねあこの人か奥田なんとか夏太郎だっけあらあなたが一番目立つ <laughs> さて尾形だな <laughs> さてウォーグロテスクだな。 あー模倣か模倣犯勝負殺しだよね結局捕まってなかったのジャック・ザ・リッパーってうん切り裂きジャックああ あ、はいはいはいあそんなことはしないとんえー、はいはいはいわーお 本人の可能性信奉者うん捕まってはないのか結局謎のままうんああなるほど5人目がもう あはははいいな <laughs> 長倉さんのツッコミ <laughs> 別件 <laughs> あっ離脱店だ <laughs> 殺された事件 <laughs> はいはい子供が消えてるベベツ あ、あの飴屋さん庭に埋めてたいたー増えてるな入レズミがいやーひ捕まえるべきだったな埋めるってやばいな 近づいてるねえなんか集まってきてないさあ集結するえー、ラスト1話じゃないのあっ <お>方 <laughs> 消えたカムイはいというわけで見終わったわけなんですけれどもいろいろと動きがありましてはあさあ次回札幌に集まってくるわけなんだけどとはいえ何が起ころうとしているんだ札幌で。ねえええべつからあめ屋さんもやってきて。 ねえ、探偵もいるしっていうところでひどやからしちゃったの、本当に。探偵周りの話は本当に。ちょっとびっくりしちゃった。<laughs> え、これ、え、なにこれ、え、なに、えー、えー、これ深夜えー、これな、えー、これなに、そういう、あの、え、僧侶枠だしたっけこれ僧侶、僧侶枠のアニメでしたっけこれ。はぁ、ひどすぎるわ、マジで。マジで言葉にできなかった、本当に。ちょっとびっくりすぎた。あ、菊田さん、顔にかかった汚。汚い、汚い、本当に。<laughs> いやでも菊田さんいろいろと分かっててさ今回さそこら辺のインパクトに隠れながらとんでもない情報がいっぱいあったっていうかそっちがカスむほどとんでもない情報がいっぱいあった菊田さんはスパイなんだ金塊消そうとしているはーあーなるほどじゃあ金塊争奪戦とはまた別のところに菊田さんがいるわけででも鶴見中尉が気づいてないわけないと思うんだよなそういうの理解した上で宇佐美と組ませてるんじゃないの菊田さん いやー、これなんか、誰が一番先にこう、なんか、罠を張ってるかっていうのが読めないところがまた憎いよな。なんかさ、基本的にさ、こういう暴力戦ってさ、誰かしらの手のひらの上だよっていうのが、基本的に明示されるわけじゃないですか。それを裏切るか裏切らないかで別の勢力が動くっていうのが基本の流れだろうけど、ただ、お互いにどう動くのかっていうのが、探り探りのままこう進んでいるよね。 ああ、全体的にお話が。そこがね、すごい、むずむずするよね。どうなっちゃうんだろう読めないっていう、なんか読めなさに拍車をかけている。うん。なんか、こう動いたら鶴見中の手のひらの上なんじゃないか、こう動いたら土方はそれを読んでるんじゃないかっていう、なんかすべての思考の先に土方か鶴見がいるなっていうのが感じるんだよ。これが、鶴見の手のひらの上がベースになっているお話だったら、そうはいかないわけですよね。うーん、こうなんじゃないか、こうなんじゃないかって、ある程度こう思考の当たりがつけられるんだけど、 それがい一切読めない,いやあ、これは複雑な感じになってるなーどうなっていくんだろう全く読めない。全くもって読めないです。このお話。どうなってしまうんですか一体全体、一体全体、一体全体。どうなんだっていう感じではあるんですけど。ああ、いやあ、でもすごい楽しみになってきた。でも海賊さん仲間になったらクソでかいね。クソでかいクソでかい。めちゃくちゃ戦力だよ。 ああだってもう先んじてるも平太の入れ墨も持ってるし海賊さんの入れ墨もあるからこの2人は大きなアドバンテージになる多分他に勢力が持ってない入れ墨を2つ持ってるし海賊さんの動きを他2人は知らないわけだって海賊さんが他2人の動きを知らないっていうことは他2人も海賊さんがどういう風に動いてるのかっていうのも多分当たりをつけられてないんだよってことはもう多分フリーで動けてる杉本たちは圧倒的有利に立ってるわけだよね ああ、でもとりあえず入れ墨人否を集めるためにあの飴屋さんを問い詰めに行くっていう人がある。あの入れ墨の人ね。あーいやーこれ最終回これ絶対物足りなくなって終わるわー、これ。これ最終回絶対物足りなくなるじゃん、これ。なんか絶対知り切れだよ。で、最終回終わった後5期決定で、またムズムズしたまま待つんでしょそうなんでしょゴールデンカムイさん。わかってるんですよ。 ああ、いやーこれ、どうなっちゃうんだろう。いやージャック・ザ・リッパーも気になるしね、ぶっちゃけ。ああ、ジャック・ザ・リッパーは何も、まあ、いや、でもさ、捉えるって言うけどねどうやってるか全くわかんない。本当に、どうなっちゃうか全くわかんない。本当にさ、結構知りやすめのお話で、ね、動いているっぽいんだけど、宇佐美がそれを完全に破壊した何が、何が、<laughs> 探偵さん いやもうえげつないなでもなんかでもなんか 本当に探知できるのがね、あれだけっぽいしな、うさみだっけな気がしなくもないしな、絶妙ですね。さあ、そして板挟みになってるアリコは菊田さんにつくのかどうなのか、いろいろとなんか、中央も混ざってきて、ぐちゃぐちゃになっているこの勢力図、次回でまとまるのかどうなのか。さあ、鶴見中尉も札幌にやってきて、多分杉村たちも札幌に向かう。さあ、海賊さんを仲間にして、まあ、ズキンちゃんも仲間にして、さあ、札幌に来たらズキンちゃんどうかともぶつかるかもしれないっていうところで、いろんな勢力が混じり合う かもしれない次回最終回どうなっていくのかちょっと今回は情報が多すぎてもうなんか笑ったり焦ったり色々とこうもう,もうテンション感が分かんない状態になってますけれども次回楽しんでやっていこうと思いますので是非とも最終回まで一緒に追っていきましょう明日ですはいというわけで今回はこんな感じで終わろうと思います以上ゴールデンカムイイイ第48話でしたバイバイ